ガーソングライターの長渕剛とモデルでタレントの富永愛。昨年から師弟関係を結んだと公言している両者だが、ここへ来てなんとも不穏な空気を醸し出すようになってしまった。昨年10月、富永は複雑な家庭事情、いじめ、海外での差別などを初告白した次女伝、愛なんて、大嫌い。ディスカブアー、21を出版。これを記念して一人舞台を公演した際に、脚本、演出はもちろん照明や音響、セリフのとがきに至るまで総合プロデュースを務めたのが長渕。長渕が自身の公演以外のプロデュースを手掛けるのは珍しいと注目を集めた。ドスを聞かせながら記者の直撃に応対。そんな二人が深夜、それぞれ愛車で互いの自宅へ通い合う様子を、3月5日発売の、週刊文春、が報じている。同誌が長渕に直撃し、富永との関係性を問うたところ、デリケートな話でもあるのでちゃんと話したい、と記者を自宅に招き入れ、時折ドスを聞かせながらも、小一時間にわたって熱く語り続けたという。17歳でアメリカに渡り、パリコレなど世界を舞台にスーパーモデルとして活躍した富永は、2005年にフランス在住の日本人パティシエと結婚、男児を設けるも08年に離婚しシングルマザーに、12年には俳優の塩谷俊と料理研究家、その山真紀恵との三角関係が大きく報じられた。長渕が同誌に語ったところによると、富永とは11年末に知り合い、富永の母や息子を含めた家族ぐるみの付き合いだという。特に10歳になる富永の息子を、俺とお前とは男同士の付き合いだからな、と励まし、空手の道場に通わすなど、子育てに深く関わっている。もともと長渕の大ファンだったという富永は、男同士にしかできない魂のぶつけ合いをしてくれる。世界で一番厳しく優しい父親、と長渕を評価している。志保美悦子が入院中の仰せ。富永親子とは妻である志保美悦子とも公認の仲だといい。男女の関係じゃない、彼女を守ってあげたい。などと語った長渕。だが、同誌によると富永が長渕宅を訪れるのは毎度深夜0時過ぎで、それから3時近くまで滞在するのだという。それも仕込みが怪我で入院中の仰せとあっては、二人の関係に疑いの目が向くのも当然の流れだろう。二人については各メディアも数ヶ月ほど前から関係を怪しんでいました。以前から目黒区、鬼門屋での目撃情報が相次いでいたし、同誌でもお台場のホテルのスイートをたびたび利用している。という目撃情報が綴られています。2004年8月にふるさと、鹿児島の桜島に7万、5千人を集めた伝説のライブから10年。今年8月にはオールナイトのライブを日本のソロアーティスト史上最多となる10万、人を動員して、富士山で開催予定している。数々の伝説を作ってきた男だけに、今回も常人には理解できないような師弟関係が存在しているのかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。オリジナル動画も作っていく予定ですのでよかったらチャンネル登録お願いします。